3、2、1、0。1月の12日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きだから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーキュッ。今日はスキーの日だそうです。スキーといえばロックで飲むのが大好き。それはウイスキー。やっぱり札幌に行ったら必ず行くでしょう。それはススキーの。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。出産打ち祝いのご注文多数。出産打ち祝いはお任せください。鉄火巻きに黒とろ昆布。鉄火巻きに黒とろ昆布を振りかけて、あとはよーくなじませるだけ。よーくなじませると味に深みがとっても増します。お酒のつまみにぴったしです。まっちょん、また電車乗り過ごしたらしい。いい加減にしようよな。